はい、こんにちは。今回のお客様の設定は、少し段を入れたい。で、跳ねさせたくない。で、すかずに毛先をなじませる。ということで、今の状態が、こういう感じで、後ろ下がり。で、段が入ってない状態なんですけど、そこに、下の方に段をつける。グラデーションを入れて、そこで、跳ねさせたくないように、あのアウトラインの厚みを、この一番先の部分ですね、厚みを残しながら切っていきます。で、すかずに毛先はなじませるぐらいなので、全体的にチョップカットを使って切っていきます。で、まずちょっとブロッキングをこういう感じで、耳の後ろから垂直に上がったところで左右分けて取ったら、ここで髪の量がすごい多い場合は、上から3つぐらい、頭の形に合わせて3つぐらいに分けて取るんですけど、もう量も多くないので、一番上、ここで頭の形が、こことここでは向きが違うんですけど、この境目、ここでブロッキングを取っておきます。はい、そしたら、ここに段をつけていくんですけど、切り方としては、こういう感じで、バツになるように、一度、こういう感じでスライスを、ハの字スライスで取ったら、切り返しとして、今度は、こういう感じで、こういう感じでバツになるように取っていきます。で、その時に頭の丸みに合わせて引き出す角度も、一度下で切った後に上でも同じようにハの字スライスと V の字スライスで取っていきます。はい、そしたら実際に一度ハの字スライス、この右下下がりですね、のスライスで、この髪の厚みが多い場合は細く取るんですけど、もう少ない場合はまとめて結構厚く取ります。で、そこでこことここのちょうど中間ぐらいに集めて、頭の形に合わせて、まずは下から溶かして、で、厚みを取っておきたいので、ここで下の長さがある程度落ちたところを、このぐらいかなって、ある程度収まるぐらいの厚さを残して、そこから上にグラデーションを入れていきます。なので、一度ハの字スライスで取ったら、コーミングして、ちょっと髪の毛が落ちて、そこからグラデーション、この時は指を半本分ぐらい上に上げるぐらいで、チョップカット、こうやって切るんじゃなくて、こういう感じで、で、同じようにハの字スライスで1本2本と線を取って、で、そこの中心、この2本の線の中心に向かって引き出す。で、頭の形に合わせて下からまずは切る。で、ある程度髪の毛が落ちるところを想定して、そこでハサミの先のこの辺りとかですね、で切っていきます。この辺りで、そうするとこのズレの分ジグザグになります。で、同じようにここで1、2と2本線を作ったら、そこの中心に詰めて、まず頭の形、その時の頭の形ですね。で、こういう形をしているので、こういうふうに引き出して、下の髪が落ちたところ、落ちてある程度収まるところぐらいの毛量を残したところで、グラデーション、指を半分ぐらい上げて切ります。で、この指を半分というのが、で、引き出して
指の、ここに指が1本入るんですけど、そこのちょうど中間ぐらいです。この指の真ん中ぐらいのところに向かって持っていく感じで切っていきます。はい、なので線をイメージしてこういう感じでハの字スライスで線をイメージしてそこに集めて頭の形に合わせて引き出して切るという感じですね。頭の形に合わせて下の方で切る。で、上でも同じようにこのハの字にしてそこで引き出してそこから指をずらして切る。で、この指をずらすのが指を半本分となると 22.5 度の角度を上げるという感じになってます。なので指を1本分というのがちょうど中間ぐらいで45度で、指を半本分が 22.5 度で、 1.5 本分が 67.5 度になります。で、ハの字スライスでぐるっと回りながら切ったら、次反対 V の字スライスですね。で、この時は生え際に合わせてこことここで違うので、まあ、下の方はもう厚みを取っときたいのでここは置いといて、ここですね、ここのカーブしてるところに合わせてそこからここからそのまんまこういう感じで下に下がらないようにここで全部集めてここから溶かして、そこで下の髪の毛が落ちたところを確認しながら指を半本分上げてチェックカットするという感じですね。で、ここを切ったらここという感じでずれていきます。で、結構厚めに取ってるんですけど髪の量が少ないのと、ここの中の中心のスライスをこう起こす線というのをしっかり把握してると、厚く取ってても中心のところ、中心線が自分の思い描いてるところで取れてるとずれたりはしないです。はい、で、ハの字に V で×にしてそれを同じように切っていきます。で、下上という感じでこの持ってる髪の毛よりも自分の線をイメージする感じですね。下から一度指を半本分ずらしてハサミのこの辺りで切ります。で、そのまま頭の形に合わせて起こして、下の厚みを残して指半本分ずらして切る。で、同じようにで、ハの字スライスで切ったら V でチェックします。も同じように生え際からこっちに寄らないように V の字で取って、そこから、で、ここまでで一度左右の長さをチェックして、ちょっとラインがこう丸くなってると思います。丸くなってて、ここと下に厚みを残してて段が入ってるので、この下に厚みは残りながらここが少し短くなってる状態です。で、次上に入ります。
そしたら上の方も一度下とここで切ったんですけど、もう一度ここからここにつなぎ目をチェックしながら一度センターをまっすぐ取って、そこから起こして、ここからそのまま指を半本分ずらして出てくるところを切る。で、そこを基準にハの字スライスで切っていきます。頭の形、このコーミングしてる時にこの頭の形をしっかり理解して、そこから起こして下のここの長さから指を半本分ずらすで切っていきます。で、ハの字スライスで取って頭の形に合わせてステムの角度を注意して、で指を半本分ずらして切る。で、切り終わったら V の字でチェックですね。全部オンベース、ステムをしっかりとチェックしながら頭のどの位置を切ってるのかっていうのを把握しながら切っていきます。で、ここも同じように一度ハの字スライスで取って、で、慣れてたのもブロッキングはほとんど必要がないんですけども、初めから慣れないうちは細かく分けて細かくスライス取ってもいいんですけど、慣れてきたらそのままこの位置で引き上げる線、ここの挟む線の位置で切っていくので、頭の形に合わせてそこから引き出して切るという感じでやっていきます。で、ここも V の字スライスで、このあたりも全部切ったら、あとは表面ですね。表面も同じように頭の形に合わせて引き起こして、で下の髪の毛、そこから指を半本分ずらすで出てくるところを切っていきます。で、全部同じようにハの字スライスで、あとに V の字スライスでチェックします。はい、で上の方まで切ったらまた同じようにチェックしながら丸くなってるかですね。取った時に丸い感じになってます。ラインがこういう感じで丸くこうやってバッテンハの字と V の字で取るとラウンドした感じになります。で、下の厚みは残しながら切ってるので毛先はちょっと厚みを残してるんですけど、それによって跳ねにくい。で、そこに
段が入ってるので、ここの厚みは取れてるけど毛先は少し厚みを残してる感じですね。で、同じようにサイドまで、ここも全部同じようにこういう感じから切り返しという感じで切っていきます。ここも全部同じような感じなんですけど、頭の丸み、このステムの角度を意識しながら、一度下に頭の形に合わせて下ろして、そこからグラデーションという感じで切っていきます。で、チェックですね。はい、で、上の方まで同じように頭の丸みに合わせてハの字スライスと V の字スライスで切っていきます。なので自分の中での線をこの持った時にどこで挟んで、でそこの挟んだところの線がどの位置なのか、でそこからオンベース、頭の丸みに合わせて引き出せてるのか、でそこからの角度になっているので、オンベースというのが大事ですね。オンベースにちょっと頭の形に合わせて引き出して、そこからの指半本分という感じになってくるので、あとはハの字と V の字によって丸い感じのラウンドにグラデーションが入ってきます。で、左右切り終わったらトップを上に持ち上げて角を落とします。はい、で完成が、アウトラインの厚みを残しながらラウンド状になって V の字とハの字を繰り返すことで丸い感じになってくるんですけど、全部後ろからサイドまで丸い感じに仕上がります。ちょっとこういう感じで丸い感じのラインに全体切り上がります。なのでこの辺に丸さが溜まってくるので、少し柔らかい感じに見えてくるかなと思います。はい、ということで今回の設定、少し下の方に段を入れたい、で跳ねさせたくないので厚みは一度落として、厚さを残しながらそこからの角度で切っていくことによって跳ねさせない、であとは毛先をなじませるために全体的にハサミでチョップカットで切っていってます。
で、大事なのは頭の丸みに合わせたステムで引き出すということと、ハの字スライスと V の字スライスなんですけど、その時のスライスは髪の厚みというよりかは自分の中の挟んだ時のここの線で描いていくような感じになっていくので、その感覚というのもしっかりと身につける必要があります。で、もしわからないこととかあったら質問してもらえるといいかなと思います。ということで今回は以上でした。